はい、できました。宇田緑の、塩焼き、もう完全塩だけ。それと、宇田緑の出汁の入った、オムレツ、ちょっと ぶざまやけどね。で、お味噌汁はお揚げさんとネギ。で、お漬物はカブラとキュウリとカブラの葉っぱ。以上です。食べましょう。今日は玄米です。はい、ではいただきます。今日量はね、バイクで遊びに行って、ね、いつもよりちょっと遠いとこまで行ってきてます。だから疲れたし、で食べるだ食べるから置いといてって言うから先食べます。いただきます。うん、うまい。あのね、宇田緑めちゃくちゃ美味しい。もう塩が最高やわ。でも間違いない。卵とね、鶏、最高の組み合わせよ。うん。味のムラが味がある。うん？味のムラが味がある。卵？混ざってない。味むらある。鶏美味しいわ。美味しいね。このね、キャベツとね、キャベツにまたね、鶏の脂が落ちてね、これがまた美味しいね。美味しい。調味料塩だけ、これだけで十分美味しい。スタッフ、めっちゃなるぐやん。
みどり美味しいな。まあ、くだらんバラエティを見たのが一番マシかもわからん、テレビは。バラエティなんてな、面白いかどうかってな、面白いと見れるかよ。うん。美味しいで。よう使ってんね、今日の。和歌山の塩ね、ご飯にパラパラっとする。ご飯にちょっと塩って垂らすって、これ体にいいからね。常識から考えてやばいでしょ。体に塩はいいんだよ、海水天秤はね。間違いない。結構塩使ってね。アルペンダルツ小さじ1ぐらいでしょ。アルペンダルツは今来岩塩小さじ1ぐらいでしょ。で、あれでしょ、懐かしいな。で、岩戸の塩小さじ2でしょ、大さじ1でしょ。で、まあ入ってまあ 15g でしょ。で、お味噌汁に、小さじ1ぐらい入れてるでしょ。で、20g でしょ。で、今塩かけたり、このご飯にも小さじ1入れて炊いてやるから、20、25、お漬物とかあるで、これ夏風だから、まあ、25から30ぐらい夜食べるね。まあみんなでやけどね、結構塩分が高いね。うん、で塩水で、10g ぐらい取るでしょ。結構ね、塩は取ってる。どれが健康なのかし、塩はすごくいいのよ。緑は美味しい。やばい。テイクはさ、そういう感じだ。うん？アナ
ログでしかやってるだけだ。何でやってるだけじゃん。うん、マスクしてないわけ。いるな。今時やな。多分あれやわ、もうヒゲ隠すためや。うん。あの人ヒゲ濃いや。最近こう、いろんなったらさ。赤い服着て髪が長くてマスクしとったら口だけおんねん。美味しいわ。隠すの前やみんな。人形な。めっちゃさ。うん。なんか隠したの。でかいスタッフやったしな。はい。ブレ。うん。地鶏はうまい。ずっと最近ずっと地鶏やけど、若鶏戻らへんの。ね、うだみ鶏はうまい。いろんな地鶏食べるけど、うまい。ここまで褒めたら提供みたいけど、ちゃんとお金出してもらえるから、あの鶏ガラくれたけど。ちゃん鶏ガラ3本くれたけど、鶏ガラ案件な。ちょっと買いようから覚えてんの、おばあちゃん。油の味が全然違う。美味しい。うまいよ。買うって。そういったら、大田で卵作ってるとかあんのかな。大田の卵見たことないの。女の、じゃがいも吉野の卵やっちゃう。道の駅売ってた。大田には卵農家ないのかな。うち、鶏買うか。うん、ようさばかんじゃん。卵を取るだけで。じやらこうとったやろ。あの、キャボ。ちっちゃいやつ。
ちっちゃい卵。サバ缶は、うん、いや魚はなんとかさばけるんだけど、鶏の味がついた小松菜がめちゃくちゃ美味しい。なんで顔自分美味しかった。もうなんか、美味しすぎて、喋られん。これぐらい美味しい、今日の。やっぱり、新鮮な宇陀緑、塩だけで食べるって最高。味噌汁も美味しいしね。美味しかった。ごちそうさまでした。今日のあちゃんちの晩ご飯、うだみどりを塩で焼く一番美味しい食べ方です。美味しかった。ごちそうさま。たまにはね、こうあっさり塩で焼く、たまにはというかね、要は塩で焼いてるけど、うだみどりを塩でやっぱ基本美味しい。でも味付けしても地鶏は油の出が全然違うからめちゃくちゃ美味しいので、ぜひぜひ、ちょっと遠いけどね、宇陀まで来て、宇陀緑買いに来てください。で、水曜日定休日です。はい、中尾さん、あのあっちゃんのところの近くなんでね、宇陀緑、中尾で調べたら出てくると思います。はい、あの全然あの案件でも何でもない、鶏ガラはくれたけど、案件では何でもないんで、ねんけども、お金払って買ってもめちゃくちゃ美味しい鶏なんで、安いんでね、100グラム、180円か、170円か、そんなもんなんでね、ぜひぜひ、はい、ということで今日はこの辺で終わりしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思ったら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。でまたね、バイバイ。今日起きてきゃへんだな。